こんにちは、玉置です。今回は東京リベンジャーズの色紙アート2をいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたので、こちらをワンボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では3月13日の月曜日に発売ということなんですけど、いつものようにイオンさんなどの大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。コンビニは取り扱いする店舗が少ないとは思うんですが、もし入荷するようであれば発売日通りに月曜日に店頭に並ぶと思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは1種類となります。プリキュアとかだとね2種類くらいあるんですが、通り部は1種類ですね、で竹道と熱冬が載っております。でここにねちょっとサンプルが載っているんですが、イヌピーとココチンもいます。でここにも載っておりますね。でラインナップがこんな感じになっております。星印がついたものが箱押し仕様となるということなのですが、三ツ矢くんがねまたね星印じゃないんですよ、ソロのやつね。前回もそうだったんですが、でもねとりあえず千冬と三ツ矢くんのこのね2人のやつとかも含めて当てていけたらいいなって思います。そして全16種類なんですが、1箱は10個入りかな、10個入りですよね。あ、10個入りですなので1箱では揃わないです、そしてこちらの色紙アートシリーズといえば完全なね配列があるということで、仕様が変わっていなければということなんですけど、なのでね、パターンはね 3,4 種類くらいかな。プリキュアのを開けているとそんな感じがするんですけど、通りは何パターンぐらいあるのかちょっとわからないんですが、多分3パターンか4パターンぐらいあると思うんですけど、ただ配列というかね入ってる順番はね全部トータルで見ると同じなんですよね。なので、どこから始まるかっていうパターンで中身が決まるということなんですが、一応ねこの1箱買ってきたので、1パターンはお見せできると思います。ではね上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。さて20種類しか入ってないので、三ツ矢くんが入っていてくれることを祈りつつ、あと千冬ね見ていきたいと思います。では1枚目から、反対側に入ってるのでくるっと返します。いきます、せーの、ほい、はあ、いきなり犬ココ、おーゆー、かわいい、かっこいい。ここにね一応犬ピーをね用意しておきました。願掛けで犬ピーもねちょっと欲しかったので、わーこれは嬉しいやつだ。やった、やりました。犬ピーとココチンのね、やっぱいいねこの2人。あ、これがね一番前に入っているパターンですね。よし、じゃあ次は誰かな。せーの、ほい、入ってた、これはもういい、ここでいいやった、もう一安心です。そう、三ツ矢くんのさ白押しじゃないんだけど、このねソロのやつが欲しかったので、前回ねこの三ツ矢くんのソロが入ってない箱だったんですよね。リベンジ開封で、ライブ配信の時にバラ買いで三ツ矢くん当てられたんですけど、もうね前回は入ってなかったのでちょっとね残念だったんですが、よかった入ってた。じゃああとは千冬だね。あ、でもそっか、これもあるんだ、これも欲しい、これとこれとこれとかな。じゃん、お、ガムが、いますせーの、ほい、お、ドラケンくんです。おー、ちょっと可愛いドラケンくんですね。前回のはねこの白がブワーってなっててめっちゃ迫力あってかっこよかったんですけど、今回はなんかちょっと可愛い感じになってますね。雪かな。次、よいしょ、開けるの下手かって感じいきます、せーの、ほい、おー出ました。あ、前回もさハンマーとか出たね。あ、これも入ってたんだ、ちょっとラインナップねちゃんと確認しなかったけど、おお、キサキとハンマーも入ってましたね。これ色かっこいいな、ちょっと紫と黄色で、この2人もかっこいいけどね。違う違う、チフユチフユ出てこないかな。いきます、せーの、ほい、あ違った、そうだ後ろだったんだね。いきます、せーの、ほい、体重めっちゃかっこいい、これこんなんなんだ。後ろにもちょろっと出てましたが、やっぱり箱押しがこう大胆に入ってるとめちゃくちゃかっこいいですね。あ、で名前も入ってるしね、やーばよし、じゃあ折り返しです。次ね、せーの、ほい、お、マイキーです。あ、ちょっとドラケンくんとちょっとついになってる感じで可愛いですね。いいですね。いや、これは可愛いよ。で、次あたりに箔がないのが来るのかな。よいしょ、いきます。いや、そうするとちょっと千冬難しいかもしれないないきます、せーの、ほい、あー、いいやつだ、ちょっとこれは好きなやつです。あー、かわいい、まっちゃん、あ、これはちょっと当たってよかったかな。ゆずはちゃんもさいるんだよ、ここ、あば
ね、ちょっと女の子当てたかったけど、ゆずはちゃんあと2個で来ないと思うし、でもちふえも欲しいし、どうだ行きます。 あと2個じゃない、あと3個ですね。行きます、せーの、ほい。おー、ここちん、あ、ここちんもわってなっててかっちょいいです。いい感じですね。ちょっとピロってなってるのがかわいい色がね、うん、いや全部書き下ろしだから贅沢ですよね、本当に。よし、ちふゆ、あ、ちふゆが来てない、これこの箱。いきます、せーの、ほい。竹道です。お、かっこよ。あ、これ出てたか、ここに出てたね。え、これもかっこいいです。いいですね。じゃあ次は多分箱推しじゃないと思うから、ゆずはちゃんが欲しいなこの流れだとゆずはちゃんが欲しいです。どうだ、せーの、ほい。あー、でも8回です。いいですね、みつやくんと一緒で、うん。おー、こんな感じの箱でした。はい、ということで今回の開封結果はこんな感じでした。もう一番のお目当てはね、みつやくんが序盤に出てくれるというね、これちょっとね嬉しかったです。あとはちょっとね狙ってた犬ココとあいまちゃんのね、これね可愛いんですよ。これ背景もねこんな感じのイエロアイで可愛くなっております。これはちょっとお気に入りです。で、今回は残念ながらね、ちふゆは出なかったんですが、またね、バラ買いで運試し開封でもしようかなって考えております。そして、冒頭で言っていた配列なんですが、このね、イヌピーとココチンペアが一番前の箱だったら、私と同じこの配列の箱になると思います。まあね、はじめがどのキャラクターが入っているのかがわからないんですが、まあ何パターンかあると思うんですが、例えばマイキーから入っていたら、ここからずっとこの順番で入っていて、で、ここにない6枚があって、でまたここに戻るという感じですかね。なのであと6枚の配列はこのね動画だとわからないんですが、タケミッチとかハッカイとかその辺から始まりましたら、あと6枚が必ず入っているということになります。なのでちふゆ狙いの方はですね、一番初めがこのドラケンくんとエマちゃんペアから、あとのこの4人のどれかが一番前に来ていたら必ずちふゆが入っている箱となります。あとはこのね犬ココペアが欲しいよという方はですね、まあ、私のこの箱が一つのパターンだとして、だいたい3パターンか4パターンぐらいだと思いますのでね、一番前をね、とりあえず買ってみるのがいいんじゃないかなって思います。そうすればね、3分の1か4分の1ぐらいの割合なのでね。ということで、色紙アート2のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。